全能者、ハリストス。12世紀に制作された、アギア・ソフィア大聖堂のモザイクイコン。左手に聖書を持ち、右手は、指の形が、イータ・シグマ・ロイオタ・シグマタウの頭文字で、ある、シグマ・シグマをかたどるように整えられ、見るものを祝福する形に挙げられた姿で描かれている。この祝福の形は、今日の聖教会の主教、被災が神道を祝福する時の形と同様である。 全能者ハリストスは、イースハリストスの遺コにおける主要な形式であり、ハリストスが天上の王であり、審判者であることを示しているものである。デイシスの一部から発展した形式である。ギリシャ語からそのまま、パントクラトールと転写されることもある。ロシア語では、とも呼ばれる。主に正教会で用いられるが、ビサンティン美術の影響を受けた。 正方教会においても用いられないわけではない。また、全能者ハリストスは、イコンの名として使われることが多いが、全能者ハリストスといった継承そのものが使われる場面は、イコンに限定されない。また、全能者はイタリ製者のうち、神父に対する称号でもある。旧約と新約のいずれでも、主は繰り返し全能と唱えられており、このことをイコンが示している。このイコンでは、 ハリストスの左手には、福音形が描かれ、右手は普通祝福の動作の形に整えられて描かれる。ジシ島の県境聖堂のイコノスタスにある、全能者ハリストスこの形式のイコンには、能力色のマントーラと赤い八角の星が描かれているタイプのものがある。能力色のマントーラは、目視録四章三節に、虹は宝座をめぐりて、 その色気の如しとあることに由来する。マンドーラの中のハリストスの周りに描かれた天使の軍は、ハリストスがマン軍の主であることを示している。赤い八角の星は、天地創造が七日間で行われたことから、八の数はこの世を超えることを意味するため来世を表し、赤い炎はエゼキュエルガキ第一章にあるように、神の臨在を表す。四人の福音記者の象徴、人。 マットフェー、ウシ、ルカ、シシ、マルコも四隅に書き込まれ、この世の果てまで四方に福音が広がることが示されている。ありがとうございます。